日本で人気のアフリカ人 YouTuber、YouTube 収益で20ヘクタールの農地を購入。7月20日、カメルーン出身の YouTuber、KONGBO さんは YouTube と X で得た収益を使い、20ヘクタールの農地を購入したと報告しました。KONGBO さんは日本語を使い、日本のネタで SNS で人気を集めています。彼はマラリアや腸チフス、左心室肥大といった病気と戦いながらも動画投稿を続けています。購入した農地ではカカオやバナナの栽培を計画し、村の人々に仕事を提供したいと語っています。視聴者からは多くの応援コメントが寄せられました。みんなの反応としては、コンボさんの前向きな姿勢と農地購入を称賛する声が多いです。少数意見としては、治療を優先してほしいという声もあります。みんなの反応。病気でも前向きで尊敬する。持続可能な収益源、いいね。村を農業で支えるの素敵。もちろん、任せてください。文を教えてください。 KONGBO さんの動画楽しみ。了解しました。文を教えてください。治療費集まってよかったね。無理しないで治療してね。農地の広さにびっくりした。カカオ栽培楽しみだね。未来への投資は素晴らしい。当チャンネルの意見として、コンボさんの前向きな姿勢と村への貢献は非常に感動的であり、持続可能な収益源を目指す彼の取り組みを心から応援したいと思います。